こんにちは。コピペのやり方なんてパソコンしてる人のほとんどが知ってますよね。で、知らない方でもコピペのやり方って何だろうと思って検索はすると思うんですよ。ということはコピペのやり方を動画に撮ってアップロードしとけばまあヒットする可能性高いよねってことなんですよ。同じように他のことでもね、右クリックとはでもいいですし、検索とはキーワードとは、うん、なんか何でもありますよね。お金を稼ぐ方法。 というキーワードで検索されそうな動画を撮っておく。でもいいと思うんですよ。アクセスは結構集まります。ちなみに今回紹介するのはね、あの、接客業の5つの S っていう動画。これもね、私のね、本当になんかチンピラ時代に撮ったような動画ですよ。でも、ちゃんと再生されてるんですよ。コメントもついてます。接客業の5つの S。ね。こちらの方リンク貼っておきますんで見ていただきたいかなと思います、まあ。つまりね、別にパソコンの専門用語じゃなくても、 日常生活とかね、箸の使い方とかね、卵の割り方、何でもあげてみろってことなんですよ。何でもあげてみれば、やっぱりね、犬も歩けば棒に当たるんですよね。うん。つまり今回は、棒に当てていこうってことなんですよ。弓でも矢でも何でもなくてもいいんですよ。ね。棒に当たるでしょ。ワンちゃんに。どうでしょうかね。じゃあ今回はね、棒ということでお届けしました。ぼーっとしてじゃあ、飽きまへんで。